はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい、つうことで、本日はですね、レジェンドフェス開催、ということで、8月末なのでね、新キャラクターですよ、レジェンドフェス開催新キャラクター、ラガッツォ&メグ&マリッペ紹介のお知らせ、ということで、ラガッツォの声優さんがちょっとコロナなのかな？なんかイベントの方のボイスもなかったですよね。正直聞きたかったな、イベントのボイス。イベントでさ、ラガッツォ記憶喪失のふりして、僕、記憶がなくて、何もわからないんでちゅうみたいな感じのこと言ってたんで、ちょっとそれもね、CV で聞きたかったんですけど、いやー残念ですけれども。まあ、今後追加されるみたいなので、楽しみに待っておきましょうって感じなんだけど、新キャラのラガッツォとメグ&マリッペが来るっていう感じだね。ラガッツォに関しては、シナリオの方でちょっと触れたんですよ。最高度プラス追撃みたいなのがついてて、俺さ、正直思う。今後のグラブルは、最高度をばらまく。虚偽と詐術があるじゃないですか。虚偽と詐術を潰すにはどうすればいいか僕は思いついちゃったんだよね。最高度をみんなにばらまいてしまえば、特徴が薄れると。俺今後はね、グラブル最高度いっぱい来ると思いますよ。はい。ということで、性能見ていきましょう。ラガッツォ。身長思ったより低いな。18歳164センチ。75とか78ぐらいはあるイメージある。なんなら85とかあってもおかしくないイメージあったけど、64なんだね。好き、読書、トマトジュース。苦手、めめしいやつ、小動物、昆虫。ナビスに所属する苛烈な監査役であり、かつては先制武器クリムゾンフィ、読み仮名あるけどちょっと普通に読みます。の適合者だった少年ラガッツォがナビスの呪縛から解き放たれ、非属性エゼスラーキャラクターとして登場です。現在開催中のイベント、アンバウンドアステリウム、アステリズムにて、大立ち回りを演じたラガッツォは、フェザーやランドルたちに誘われ、主人公のキクーダに加わることに決めます。シナリオの最後の方でもね、ちょっと読んでたよね。フェイトエピソードでは奇空団の一員になったものの、敵対していた過去から団に馴染めずにいたラガッツォ。粗暴そうな外見とは裏腹に、意外と繊細なラガッツォの悩みを解決しようと、次々と仲間たちが集まってきて、新たな一歩を踏み出すラガッツォと、それを支える仲間たちの友情の物語をフェイトエピソードにてお楽しみくださいと。バトルではクリムゾンフィンガーの代わりに手に入れた義手を存分に使いこなし、凄まじい腕力とともに炎の力を操ります。炎の力を増幅することによって自身を強化し、さらに戦闘不能というリスクと引き換えに、短期間で驚異的なパワーを発揮する強力なアタッカーとして、うわー、基礎強そう。明らかに強そうですね。まあ、もともとクリフィンなので、排水系のキャラだったりするのかな。非属性は、アストラルウェポン、ごめん、嘘。六竜の武器ですね。六竜の武器が、排水なんですよ。だからまあ、そこら辺との噛み合いも排水キャラが震えると良くなってくるって感じですよね。モローン・ラベと、あと、ホプリですか、ね。スパルタのアビリティもあるんで、排水もしやすくなったんで、そこら辺も来たらでかいね。官能ね、フィアンマー。敵全体に非属性ダメージ、自分に4ダメ上昇、記者、エネルギーを1消費して、単身工事攻撃行動を2回行う。ということで、再行動をいただきました。CT10。拳を振り下ろして大地を割り、そこから溢れる強力な炎が敵を襲うダメージアビリティです。敵全体に非属性ダメージを与えつつ、自分に4ダメ上昇効果を付与し、エネルギーを消費した場合には、再攻撃効果も付与することができます。ラガッツォはサポートアビリティによって必ずトリプルアタックをするため、これらが組み合わさることでとても高い攻撃力を発揮します。確定 TA なんだね、サポアビで。エネルギアはサポートアビリティによって得られる消去負荷の強化効果で、ラガッツォの炎をより強力なものにしてくれます。サポアビによって得られる消去不能の強化効果で、それを消費する。どうやって溜まるのかとか、初期値がどうなのもんなのかってのが大事かな。コルピレ、ミトリアトリーチェ。噛まずに言えたぜ。敵に3回非属性ダメージ、強化効果を1つ無効化。エネルギーを1消費して2回発動。CT8。炎をまとった拳を猛スピードで繰り出し、敵を滅多打ちにするダメージアビリティです。エネルギーを消費した場合には2回発動するため、強烈なダメージを与えながら敵の強化効果を2つ無効化することができます。セノン・オラ・クアンド。自分の HP を犠牲にして、トラシェンデンザ効果。即座に奥義発動可能。効果終了時戦闘不能。炎の力を一気に解放して自身を超強化するラガッツォの真骨頂といえる全身全霊の強化アビリティです。
自分の現在 HP を 99% 消費する代わり、現在 HP だね。だからまあ途中でも使えるってのは魅力。トラシェン連鎖という効果を2ターン短い付与して即座に奥義発動可能、絶対延長負荷だろうな。絶対延長負荷。トラシェン連鎖効果中は不死身と逆境を得た状態となり、さらに効果中はエネルギアを消費せずアビリティの追加効果を得られ、ターン終了時セノンオアクランド以外のアビリティが即時使用可能となります。ただしこの強力な効果と引き換えに効果終了とともにラガッツは戦闘不能になってしまいます。強力な性能と引き換えに大きなリスクを背負うアビリティなため、タイミングを見極めて使用していきましょう。めちゃくちゃ強そうですけどね。トラシェン連鎖効果っていうのが、不死身と逆光鏡オンリー、うん、まあ、1アビと2アビが自動、使用可能になる。最高度をつけてって感じよな。うん、ちょっとさ、アビリティ見に行こっか。で、ラガッツォの、効果としては、ガッツ、逆境、アビリティ、エネルギーを消費せずアビリティに追加効果発生、アビリティ即時使用可能。あ、これだけなんだ。へぇー、なるほどね。ちなみに武器は？クリムゾンスティンガー。いい武器持ってまんがな。うわ、拳だ。うわ、何がこれ、気持ち悪い。奥義効果がメルトブレインバースト。非属性ダメージ。強くない？トランシェンデンサ効果中、2回発動？新装備の義手の力を使いこなし、凄まじい火力の炎を一点に集め、炎で包み込むラガッツォの奥義です。通常の奥義ダメージよりも強力な極大のダメージに加え、トラシェン連鎖効果中は奥義が2回発動するため、凄まじい威力を発揮できます。しかし、後述するサポートアビリティによって、ラガッツォは通常攻撃で奥義ゲージが上昇しないため、奥義を放つにはアビリティ、セノンオラクランドの使用や、自分の奥義ゲージをアップさせてくれる仲間との協力が不可欠となっています。星座の運命に翻弄されし少年。通常攻撃で奥義ゲージが上昇しないが、攻撃アップ、確定 TA、火ダメカウンター1回。通常攻撃で奥義ゲージが上昇しないというデメリットを持っているものの、複数の強化効果を得られるサポートアビリティです。相手に連撃を浴びせ、相手の攻撃にはその炎の拳で殴り返してしまいましょう。けじめの付け方。通常攻撃時、エネルギアを1消費し、敵全体に火ダメージ。エネルギアはバトル開始時、5の状態、回復負荷。トラシェン連鎖効果中、エネルギアを消費せずに発動。強くね？っていうか。強くない？義手に備わった炎の力で爆発を引き起こし、通常攻撃時、追加で敵全体にダメージを与えるサポートアビリティです。ラガッツは、感能ネフィアンマの追加効果によって再攻撃効果を得られるため、このサポートアビリティを2回発動することができます。ターンダメージがすごい高いタイプだな、本当に。しかも、なんか、カバウとかも全くなく、ただディスペル持ってるだけでデバフも持ってなくて、ただぶん殴って終わるっていう、強そう。強そうだね。なんか、短期戦特化の、まあ、古戦場で言うと95ヘルワンターンとかにも使えるし、まあ、後ろから、後ろからフラウを出す。後ろからアラナを出すみたいな動き方もできるし、いろいろ使い道がありそうな優秀キャラだな。うん。まあ、2ターン無敵になる。逆に言うとね、3アビを使うと。2ターン無敵になれるっていうことなんで、まあ、それ以外の部分で言うと、まあ、敵対心付与とかして、まあ、ラガットに全部攻撃受けさせるみたいな動き方も一応ちょっと変な動きだけどあるのかなっていう感じはするかな。へー。面白いキャラを持ってきましたな。で、次、SS レア、メグ&マリッペ。闇だ、アウギュステ女子、アウギュステオナゴかもしれないな。メグ、18歳、163センチ、ヒューマン、アウギュステ。マリッペ、19歳、161センチ。1歳違いなんだね、実は。俺、同いだと思ってたけど。続いては、アウギュステの英雄にして自称普通の女の子、メグ。だけでなく、メグのファン第1号にして、アウギュステ観光協会理事長であるマリッペが、二人一緒の闇属性 SS レアのコンビキャラクターとして登場。フェイトエピソードでは先月開催されたイベント、人魚姫と海に眠る伝説のその後のお話が描かれます。またもや災難に見舞われたアウギュステ。そうした状況を不安に思ったメグはマリッペに会いに行きます。しかし、マリッペはいつも通りの姿でめげずに、
行作業に尽力していました。そんなマリッペの姿に心を打たれ、自分も協力しようとしたメグでしたが、どうにか居出しのアーギュステの力になりたいと悩むメグと、そんないじらしい姿に燃えまくりつつアドバイスをするマリッペ、ドタバタな二人のやりとりをぜひフェイトエピソードにてご覧ください。バトルではメグのナイフさばきやウルスラの力を使い、水流を操る能力に加え、マリッペの応援によってさらなる力を得て、多彩な攻撃、妨害手段を持ち合わせた非常にユニークな戦いぶりを披露してくれます。アクションアビリティ、頑張ってメグ。自分に幸運の石効果、シャークランチャー効果を消去する。幸運の石効果中は攻防アップ、確定 TA、 ターン終了時自分の HP 回復、奥義ゲージアップ、特殊なアビリティのためレベルアップによるアビリティの強化はありません。リンクアビね。マリッペが最推しのメグを応援する強化アビリティです。このアビリティで付与される幸運の石効果中は自身の攻防をアップしつつ、必ずトリプルアタックするようになるため攻撃性能を引き上げることができます。さらにターン終了時にはマリッペの応援によって自分の HP を回復しつつ、奥義ゲージもアップします。で、私も行くわよメグ。どっちかしか使えないんだ。自分にシャークランチャー効果、幸運の石効果を消去する。どっちを選ぶかっていうリンクアビリティなんだけど、まあどっちかを選べるって感じかな。シャークランチャー効果中は通常攻撃時敵全体に3回闇ダメ、攻防ダウン累積、闇防御ダウン累積、デバフが結構きつめでいいですね。再行動とかで2回発動しそうだし、なんかボーマンみたいな動き方できそうだな。マリッペがメグのために援護攻撃を行ってくれる強化アビリティです。こちらのアビリティで付与されるシャークランチャー効果中は、通常攻撃時にシャークランチャーの射撃によって敵全体にダメージを与えつつ、複数の弱体効果を付与することができます。メグだけを危険な目に合わせないと言わんばかりに奮闘するマリッペの勇姿をご覧ください。プライマルウォーターズ、敵全体に4回闇ダメ、ランダムな弱体を2つ付与。愛用のナイフで敵を鋭く一閃し、そこから水流のような斬撃が敵を切り裂くダメージアビリティです。ランダムに付与される弱体効果は以下の通りです。弱体耐性ダウン、DATA、特殊技ダメダウン。攻撃性能を下げる系が多いんだね。で、一見シンプルなアビリティに見えますが、一撃ごとのダメージは高く、様々な弱体効果を付与できるため、弱体効果の数が重要なバトルで非常に有効なものとなっています。攻撃回数はめちゃくちゃ多いとは言わないけど、まあ、闇属性はアゴナイズがあるんで、まあ、このあたりとかは、アビリティで余ダメアップがあるから、結構美味しそうですね。奥義効果、バーシャークアサルト、闇ダメ、プライマルウォーターズが即時使用可能。あ、じゃあ結構累積できそうだね。メグがナイフの攻撃で敵の意識を引きつけているところに、マリッペが後方からシャークランチャーでウルスラを射出。二人の息ぴったりな連携攻撃が炸裂する奥義です。奥義効果としてアビリティ、プライマルウォーターズが即時使用可能となり、弱体効果を与える機会を、さらに増やすことができますと。サポアビ、至って普通の女の子。一緒に戦う仲間がいるほど自らの思いが奮い立ち、愛しのアウギュステを守る意志が強くなる。バトルメンバーの数が多いほど自分の攻撃アップ、奥義ゲージ上昇量アップ、アビダメ上限アップ。一緒に戦ってくれる仲間が多いほど、こんなにもアーギュステを守ろうとしてくれる仲間がいるんだと感激し、自分のステータスが上昇するサポアビです。バトルメンバーの数を維持して、メグ&マリッペと一緒にアーギュステを守り抜きましょう。普通ってなんだっけ？敵に付与されている弱体効果の最大数が5個以上の時、プライマルウォーターズが2回発動。敵が5個以上の弱体を受けている際に、アビリティ、プライマルウォーターズがより強力なものになるサポートアビリティです。メグ&マリッペは自身のみで様々な弱体効果を付与できるため、仲間と協力しなくてもこの条件を達成しやすくなっています。あーね。プライマルウォーターズが2回発動。3アビだよね。弱体2つ付与が2回発動するって考えると、なんかそんなに弱体、だってさ、弱体個数に関してもここで4個稼げるわけでしょ？って考えると、いいよね。あと、私も行くわよ、メグ。で、通常したら、攻防ダウンプラス闇防御ダウン。これで3個でしょ？まあ、1人で、デバフ5個自体は稼ぐことは余裕でできそうかなって感じはするね。まあ、なるほど。通常、
頑張ってメグは最高動系がない場合にすごい有用かなって感じ。奥義ゲージアップで、これターン終了時だから1回なんだよね。まあ、ただし確定 TA で攻防アップするっていう。高難易度の古戦場、なんか高レベルの、古戦場ボス200ヘルとか、まあ、そういったところで、自己アタッカーとして使うんだったらこっちになるかな。で、逆にこっちよりダメージを出したいっていう選択肢を取る場合は、こっちの私も行くわよメグの方が優秀そうな感じがする。基本的には私も行くわよメグの方が強そうだけどね。うん、で、プライマルウォーターズでデバフをかけて。結構やっぱね、強いっすよ。特殊技ダメージダウンとか、DATA ダウン。ここら辺ね、目に見えないんだけど、恩恵をすごい感じる。最終的な体力、攻撃し続けて、同じターンになった時の HP の減り具合が、特にやっぱ特殊技ダメダウンだね。あると違う、古戦場とかは。まあ、恩恵受けてるなーって感じることは、古戦場だったらあるかもしらん。まあ、その当時だと目に見えないんだけど、実際その最終的に減った HP を見ると、うわー、特殊技ダメダウンって仕事してるんだーってなりがちなので、個人的には期待してるかな。うん、まあ、ターンダメが高いタイプっぽいね。プライマルウォーターズが即時使用可能、サンアビが即時使用可能で、サンアビが2回発動っていうことで。まあ、あとは最終的にはこのプライマルウォーターズのダメージがどんぐらいなのかっていうところに期待が持てるかな。はい。ということで今回の二人、工場キャラ二人だと思うんで、まあ、サプチキで取ってもいいかなっていう感じはするんだけど、今回スカイエースピックアップか。っていう感じですかね。まあ、耐えても良さそうだけど、クリムゾンスティンガーはちょっと取っても面白いかなっていう。で、そうだ、これだね。キャラクターラガッツォについては、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、音声収録上の都合により、8月31日12月時点では、会話シーンの一部音声が再生されません。今後、順次音声を実装し、ゲーム内お知らせにて告知させていただく予定です。ということで、今回はそんな感じでございました。いや、これはね、短期戦でめちゃくちゃパワー出せそうな、このラガットにはマジで期待を持てっそうですね。はい。皆さんもご意見あったら下のコメント欄で教えて。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。